皆さんこんにちは、ネバネバチャンネルのテッシーですが、今日はロンドンのリデンホームマーケットというマーケットに来たんですけれども、思ったよりも人々が少なくて、もうがっかりではないんですけど、なんかお店が閉まっ、なんか開いているのに閉まってるように見えるから、どうなんでしょうねって思いますが、はい、どんな感じなのかお見せしていきますのでご覧ください。今はコロナで閉まっているんですが、何？あ、これ？これか、お寿司。いや、でも思ったよりもね、結構お店が閉まっている感じです、ね、こんなに静かなんだって思わなかったんですが、これはデザート、チーズと、お肉で結構ちょっと有名なところです。じゃあ、まあ静かでびっくりしましたので、私は今は昼ですね。でラーメン、お腹が空いてるから、もう本当にラーメンが食べたい気分になってしまいましたので、これからは、多分リバープールストリートの近くにラーメンを探しに行きたいと思います。いやー、すごい工事が来るから、ここまではめちゃくちゃ時間がかかってしまったんですけれども、もうお腹すいた。昇竜というところにいます。はい、私のラーメンが届きました。着きましたので、あのベジタリアンバージョンなんですけど、お豆腐とブロッコリー、椎茸とお味噌なんとか入ってると思いますので、ちょっと食べてきます。いやー、こんな感じ。あの白味噌が入ってると思います。麺もちょっと食べていきます。麺は美味しいんですが、あの多分最後食べたラーメンはの麺は結構柔らかかったので、今回は柔らかいよりもちょっと硬い方です。美味しい。あとは結構すごい自転車で走ってきましたので、もう本当にお腹が空いてることだけで、これはお豆腐ですが、これはちょっと硬いかもしれません。なんかそんな簡単に噛めない。でも麺の量も結構いいと思います。なんか和食が食べたくなるときに結構
いいオプションだと思い、いい選択だと思います。あとはあれ、たけのこ、入ってますがちょっと硬いな。あとはまあ味は美味しいんですけど、コメント厳しいコメントしようとしたら、ちょっとずっとなんか温かいであってほしいんですね。もう温かくなって、もう冷めちゃった感じもするので、それは多分あのお皿自体はなんか温まってないんじゃないかと思います。そういうのは、そういうところに少し気をつけてほしいなと思います。このラーメンはパスにします。パスですが、そうですね、まあ、味は美味しいんですけど、もうちょっと強めにしていただけたらもっと美味しくなるし、あとずっと温かい状態であれば、それもプラス、それももっと良くなるんじゃないかという、ところがあります。あとはこのたけのこは結構なんか硬すぎるね、ちょっと。でお豆腐は良かったんだけど、それもちょっと硬いね。なんかどちらかというと全部硬い方、麺も、まあ、麺はちょうどちょっとアルデンテ、イタリア語で言うとアルデンテでしたが、やっぱちょっとそれも硬い方ですね。あの全部スープも全部飲めましたし、まあ、水分も取りたかったのというか、まあ、すごい喉も渇いてたから、それもまあ楽しめました。もうお腹もすごいいっぱいになりましたので、量も結構意外と多かったです。はい、ごちそうさまでした。ありがとうございました。海苔だけが食べれませんでした。なんでかっていうと、海苔を最後食べた時にすごいあのお腹がちょっとお腹を壊してしまいましたので、もうお海苔はもう食べないようにしてます。感じです。まあ、いやもう本当にラーメンが食べたかったので、その食欲を満たすことができましたし、麺も美味しかったですね。そうですね、まあコメントはしましたので分かったんじゃないかと思うんですけど、そうですね、多分テリアで食べたラーメンよりも美味しかったです。はい、ご存知な方もいらっしゃるかと思うんですけど、私は日本で留学してた時に、あの実はラーメン屋さんでアルバイトしてました。ラーメン屋さん、あの喜多方ラーメンっていうラーメン屋さんでアルバイトもしたことがありますので、ラーメンには結構詳しいというか、コメントが厳しいです、一般的になので。はい、まあ今日はそういう感じだったので、結構意外あの良かったんじゃないかと思います。お腹もいっぱいになりましたので、これからはまた電車に、電車じゃなくてあの自転車に乗ることができます。行きましょう。はい、まあ今日行ったのはここの辺にあった、リバプールストリート、にあったラーメン屋さんでした。
かりもたくさんあると思いますので、はい、では皆さんこの動画を楽しんでいただけたでしょうか。皆さんも、ラーメンが食べたくなりましたか。私もまた食べるのを楽しみにしてます。今が新しい食欲があるんですけれども、抹茶が飲みたくなりましたが、それはもしかしたらラーメンよりももっとね、大変っていうか、どこに行けばいいのかというのがわからないですね。抹茶ですと。だけど、はい、とりあえずここまでです。この動画を楽しんでいただけたら高評価と、ごめんなさい、すごい、だから、はい、この動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。次回お会いしましょう。またねー。いっぱい自転車で走ってきたんですけど、私の抹茶ラテです。あれあ、なんか変だな。なんか初めはすごい甘って感じがしたんだけど、あとは苦甘、苦が甘いって感じだから、ちょっと変だけど、まあ飲んでいきます。